地図急行ホット7000系機動車は、地図急行の特急系起動車である。中国山地を通過する地図急行地図線及び、西日本旅客鉄道員備線は、山岳路線ゆえに急勾配、急カーブが続く区間がある。本系列は、この高速運転に不利な条件を克服するため、開発された制御不自然振り子機構を採用した高速機動車である。 形式称号のホットとは、地図線沿線の3県、兵庫県、岡山県、鳥取県のローマ字表記の頭文字を英語のホットにかけたものに由来し、番号の7000は1両あたりの機関出力が約 700PS であることに由来する。機動車における振り子機構は、機動車の機構的な性質から困難と考えられて、来たが、 先んじて JR 四国が鉄道総研と共同開発した2000系、機動車によって問題解決され、同時に制御不自然振り子方式が開発された。統計式はそうした2000系の振り子機構、エンジン、台車、車体構造の多くを踏襲している。車体は軽量ステンレス製で2000系同様連続窓とプラグドアを採用しているが、 客用扉は片側1箇所となっている。先頭車の運転台部分は普通構成である。エンジンは小松製 SA6D125H-1A 型を各車に2機搭載する。2000系と同系だが出力が若干向上している。液体変速機は変速1段、直結2段式である。現行の営業最高速度は時速 130km である。なお、 同形式で改良された技術が N2000 系にフィードバックされている。デビュー当時から先頭車両全部にテレビカメラを設置し、客室の前後端にあるビデオモニターに全面展望映像を映し出している。このほか全列車、全車両の車内 LED 表示器で文字放送サービスを2008年11月から開始した。表示区間は 通常の案内表示をしない区間で8から13箇所で表示する。4号車に文字放送受信機を設置している。リニューアル2009年までに全編成に、なごみの空間をテーマにしたシートや内装、トイレなどのリニューアル工事を施行。リニューアルにより全車両禁煙となり1.5号車に喫煙ルームが設置された。ホット七千十型とホット七千二十系車両の 携帯電話コーナーは撤去され飲料の自動販売機が設置された。このリニューアルにより2008年度グッドデザイン賞、体の移動領域部門を受賞した。リニューアル社の展示会などは以下の日程で実施された。再リニューアル2016年春に再びリニューアル工事を施行。デッキ部に大型荷物置き場の設置、多目的室の設置、 窓側座席にモバイルコンセントの設置、温水洗浄便座の設置、小便器の取り替えが行われた。車体及び車内の LED 案内装置も三色 LED からフルカラー LED に更新。以下の6形式がある。ホット7050型はグリーン、普通号作り車、その他は普通車である。先頭車にはトイレは設置されていない。当初は普通車のみであったが、 1997年にグリーン普通号作り車のホット7050型が登場2003年までに6形式計34両が富士重工業で製造された通常は可表の5両編成を蘇生するなお MC1MC1M1 の代わりに MC2 が組み込まれることがある他客時は2号車と3号車の間に増2号車として MC2M1M2 のいずれかが組み込まれて6両編成で運転されている。初期は7両編成で走ることもあったが、工芸駅のホーム有効長の関係で現在は行われていない。1994年12月3日より5両編成2本と、増結予備用の3両を含む13両で、スーパーハクトとしてデビュー。鶴田駅で見られた。 ホット7000系の輸送線、1994年12月3日に地図急行線が開業し特急スーパーハクトで運用されている。地図急行の大原基地所属だが JR 西日本米子支社鳥取鉄道部西鳥取車両支部に常駐しており管理も JR 西日本に委託されている。1994年10月30日に 大阪駅と神戸駅で11月3日に大阪駅で車両展示会が行われた。その後11月20日には大阪大原間で試乗会を開催。1995年1月17日に阪神・淡路大震災が発生し、東海道・山陽本線は神戸市内で普通となった。この時ホット7000系は、 姫路和田山間のノンストップ快速で使用された。1月23日からは、姫路鳥取間で4月1日から新大阪鳥取間でスーパーハクトの運転を再開している。ありがとうございます。